はい、皆さんこんにちは、今日は第2章の2つ目です。その前にですね、前お見せしましたこの、ここはオギャーと呼ばれたらどんな言葉っていうのを、小さい頃を学んでいくという話をしますけど、じゃあここから始めてですね、幼児用語はどうするのというようなことを私も昔考えたんですね。日本語と比べて英語っていうのは極端に幼児用語が少ないです。ですから幼児用語に関しては聞いてあるいは読んで理解できればそれでいいです。決して使わないように。日本語を学んでいる外国人はですね、鳩を見てあーポッポって笑われるでしょ。おかしいですよね。同じことです。じゃあ英語でその幼児用語というのも一つだけ覚えてください。 Mother、Father ありますね。それを、普通のアメリカ人は大人でも Mom、Dad という言い方をします。 Mother、Father のことを Mom、Dad ですね。幼児用語は Mommy、Daddy という言い方をします。 My Mommy is 使わないようにね。使わないと My Mama、 マムもねちょっとダッドもそう、外国人である我々が使うと、日本人である我々が使うとね、あこの人も英語ペラペラなんだなと思われてしまう可能性があります。私は My Mother、My Father としか絶対使いませんでした。ぜひ今一つそれを気をつけてね。ともう一つ前言いました、英語を聞いたり読んだりするときに文章を聞くと一つの単語、英語の単語一つの日本語で必ず張り付いてますよね。どこ行っても張り付いてます。そうじゃなくて日本語を剥がしてこのものは英語だろうが日本語だろうが関係なく自分にとって新しい言葉だというふうにその意味合いをイメージしてほしいんですね。音声とイメージ、前申し上げました通りです。それで今日はですね、その単語レベルでちょっとお見せしたいと思います。ちょっと私書きましたね。Midnight、 この文字を見たり Midnight を聞いた瞬間にパッと頭に何が来るんですか。これを Midnight だと緑のナイトで真ん中の夜、真夜中って覚えてませんか。大間違いですからね。だから英語イコール日本語と張り付いちゃってるとずっと日本語側で考えちゃうんですよ。いいですか。 Midnight っていうのは12 o'clock 時計を意味ですね。ピタッと重なってこの一瞬のみを言います。 I usually go to bed at midnight。 その前 at をつけますね。 What time is it? 聞かれて Oh, it's midnight。 at はつく場合とつかない場合それしかないです。昼間のこれは noon って言いますね。 What time is it? It's noon。 同じでその12時間後の夜のあの外は真っ暗、これが midnight、はい、今後は midnight という文字を見たり音を聞いた瞬間パッとその時計をイメージしてください。よろしいですね。それが midnight ですよ。真夜中じゃありませんからね。前昔ですね、私の知り合いであの英語は得意だって言ったやつがいましたけど、そいつがね、私英語で電話をかけて英語で挑戦してきたんですよ。 Well, it'sOne o'clock in the midnight。 何言ってるの、典型的に日本語英語だぞと言っておきました。やつは後で何て言ったの、 It's one o'clock in the midnight なんてありもしない英語を作ってるんですよ、喋ってるんですよ。でそれがわからないネイティブは教養がないやつだ、こんなこと言ってましたね。じゃあ日本語で何時って聞いたら、今ね夜の12時1時ですっていう日本語の回答がわからない日本人はみんな教養がないんですかね。自分の教養を、考えないでね、人を批判ばっかりしてるやつでしたね、そうですよ。はい、midnight 見えましたね。はい、その次どうぞ。teenager、teenager。はい、これ10代と覚えてませんか ?10 の ager だから、10代。違いますよ。teenager っていうのはその数字に teen がつく年齢です。例えば8910つきませんよね。8910、10、10はつきません。
11、これもつきません。12、これもつきません。その次は13ですね。そこです。13からずっといて最後の19まで、13から19までをティーネイジャーと言いますよ。だから12歳の、まあ、少女を見て、oh, She's a teenager という間違いをしちゃうんですよ、日本人は。文化が違うんですから。よろしいですか？だから新しい言葉と思って、それをイメージですね、ティーネイジャー。よろしいですね。はい、その次。前も言ったことですよね。Finger。はい、指と覚えてますよね。じゃあ全身合わせてフィンガーは何本ありますか？はい、20本と答えませんでしたか？違いますよ、子供用の辞書、3歳児から7歳児に出てきます。 You have four fingers and a thumb on each hand ということは8 fingers ですよ。アメリカ人は10 fingers だという人もいますよ。そのアメリカのどこ出身かによって違うんですよ。カナダ人は私が知ってるくらいみんな8 fingers ですよね。 2 thumbs、 足の指はトウズですよ。あれフィンガーと言わないよね。私の知り合いが昔ですね、オーストラリアの友達に会いに行ったんですよ。で海岸を二人で歩いて、ね、彼は貝殻を踏んじゃったんですね。でああ痛い痛いって見たら、その足の指の裏側をちょっと切っちゃったんですよ。で血が出ちゃった。So I cut my finger って言ったらですね、そのオーストラリア人は青い目を白黒させたそうです。もう笑い話ですね、それこそ。それが、フィンガー、8 fingers or 10 fingers、これも含めてフィンガーという人もいますよね。20ということは絶対ありません。We have 10 toes、toes ですね。あ、そうですね。Head、頭と覚えてませんか？頭、ここだけだと思っている人がいると思うんです。英語を英字と優しい英字で引いてください。何て書いてあるか。 Your head is the top part of your body above the neck。 ネックは入れない。ネックからここから上全体です。 The face is the front part of your head ですよ。これもヘッドの一部なんです。よしですね。 I had、 はい、その次ですね。お尻と覚えてませんか？お尻じゃないですよ。お尻は英語で、ボトムとかバロックス、省略してバッと言うんですね。バッと、あと BUT と同じ発音でもバッとのスペルは BUTT です。 Hip。 I'm standing putting my hands on my hips。 ここはヒップ、ここはヒップ、両方でヒップスです。 I'm standingPutting my hands on my hips。 よろしいでしょうか。こうやって考えてみると、一個の英語イコール一個の日本語と覚えていると、こういう間違いをしちゃうんです。アメリカ人はちっちゃい頃でもそんな間違いしませんよ。よしですね。アルファベット、はい、アルファベットというのは英語に全部でいくつあるんですか？26個ということですよ。間違いですよ。日本語でアルファベットは26個あるって言うからですよ。いいですか。 ABCDFGHIJKL ずっとやって XYZ、 一個一個あるもの英語ではレターって言います。レター、いいですか。レターを書いて送る、あのレターと同じです。 The alphabet has 26 letters です。これも3歳児から7歳児用の The New Golden Dictionary と出てきます。いいですか。アルファベットは英語でいくつあるか。1個ですよ。 A から Z までの塊全体を言います。The alphabet の中にあるレターの数は26ですね。はい、では次ですね。 Acrobat、 Acrobat、 これはイコール曲芸って覚えてませんか？違いますよ。もう簡単に言うのはこれ職業ですよ。He's a doctor. He's a taxi driver. And he's an acrobat. いいですか。
職芸じゃないですよ。アクロバットというのは職業、まあサーカスなんかで一緒ですよね。アクロバット、まあ、空中ブランコやったりとかで、なんかすごいわーっと思うの技をやる人、曲芸的なことをやる人、それがアクロバット。これも3歳以上から7歳以上にできます。あ、そうですね。スマート She is smart。 スマートはなんかスタイルとかね、こうフィギュアを連想しませんか。違いますよ。まあ最近はあんまり間違う人はいないかもしれませんけどね。スマートな Bright Brilliant、 あれはクレヴァー、クレヴァーとちょっと否定的な今言って入りますけど、very, she's very smart、そういった意味合いで使います。これはいいですか。あの見た目とは何の関係もない、頭の中のことです。 she's smart、 いいですか。そうやって使いますね。はい、じゃああと2つですね。テンション、これもよく日本語で使われてるね。今日テンション高いねとかね、もっとみんなテンションを上げてって、何を言ってんだと言ってる。私はテンションという言葉、これはですね、二つの国でこれから戦争が始まるぐらいものすごくうわーっという状態、There is a tension between the two countries、 こうですよ。なんかもうお互い殴り合いの喧嘩を始めるぐらいやってるんですよ。There's a high tension です。There's a high tension between them。これがテンションです。はい、最後です。Company、これ会社と覚えてますよね。そうすると、Our company is located near the train station。おかしいですね、それは。日本語で会社って言えば、Company っていう場合もありますよ。でも Company っていうのは、The group of people working together with me, with you です。People を指すんですよ、company というのは。私たちの、私どもの会社は駅の近くです。英語で何て言うんですか ?Our office ですよ、それは。company じゃないです。Our office is located near the train station。こうやって使います。まあ、あの、全部で10個ですから。他にもものすごくたくさんあります。でもあまり長いビデオ作りたくないんで、今日お話ししましたけど、こうやって考えてみると、英語イコール1個の単語イコール1個の日本語というふうに覚えていると、今みたいな、まあ、ご説明差し上げたような間違いをずっと引きずってるわけですね、俺は。そういうことのないようによろしいですね。まあ英語と日本語の違い、当然文化が違うわけですからね。例えばですね、日本語はね、自分と相手と話し合って言ったんですよ。自分のことをですね、自分はっていうか、私はっていうか、私は、ね、こちらはっていうか、俺はっていうのがありますね。まあいろんな言葉がある。英語で愛しかないでしょ。で、愛イコールいつも私はって違うの。愛は結局日本語ではいろんなものやってあるけども、愛は愛なんだという日本語に訳さないで覚えるわけですよ。You だってね、あなたはあなた様だ、あんたはね、お前は、貴様はとかね、そちらはとか、いろんな言い方があるでしょ。夫婦を考えてください。男性と女性、男性から見ると女性は、うちの妻が、うちの女房が、うちの神さんが、うちの嫁がと、ものすごい多いじゃないですか。逆に女性から男性を読む、うちの主人が、うちの旦那が、うちの者が、ね、いろいろですよ。うちの神さんがとかね。で、子供がいらしたとすると、子供に向かって、お父さんはね、お父さんはっていう言い方をするんですよ。子供目線で話すんです。さっき言いました、幼児用語は日本語の方が圧倒的に多いんですね。そういった意味でも。だから全く文化が違うんですから、すべて日本語で訳して理解するんですが、最初からその翻訳を読んだ方がずっと早いでしょう。情報を得るだけだったら。英語の時は英語に頭を切り替えるんです。で、そのためにそれまだできる方は英語力がないから、どうするかっていうと、日本語に訳さないで、いきなりその映像を見ること。
分からない単語、これぐらいのレベルの単語であるね、英辞典、まあ、大体2万語から3万語ぐらいのやついいですよ。ぜひ2、3000円ですから買って揃えてくれ。それで間違いないかなと思って、あら、こう思ってたの、実は違ったんだって、いくらでもこういうのは、いくらでもありますからね、単語レベルでも。身の回りのもの名称とか前言いましたけど、その程度でもそれくらいたくさんありますんで、ぜひ英英辞典を揃えてください。まあ、最近はね、パソコンでは調べることできるでしょう。でも調べるってなかなか覚えられるもんじゃない。やっぱり英英辞典を紙でできたら、英字開いてね、まだかまだあった、線を引いて、あ、一回引いた言葉だなと、そういう体験を重ねていくんですよ。ぜひその点実行してくださいね。はい、私はこのビデオについてお話するのは、大体小学校1年生ぐらいまでの Plain English と言います。Easy English、 難しい言葉。 Democracy、 Revolution 学んでダメですよ。まだものすごい遠回りになるだけです。今までそれをやってきて、ね、話せるようになってないでしょ。我々は本当に話せるようになるんだから。またね、こうやると短期間でペラペラって言ってるのがたくさん出てますね。この方法であれば短期間でペラペラ、こんなこと言ってるあなた、日本語を短期間でペラペラになったんですかって聞きたいですね。逆に結局宣伝ですから、英語というものを金儲けに利用している者たちですよ、そいつらは。私はそう考えて、言語ってね、外国語で、日本語で英語って言語の木で言うと最も遠いんですよ。フランス語、ドイツ語、スペイン語、英語って近いです。で、日本語は最も言語の木で言うのが一番遠いんですよ。そういうものなのに短期間でペラペラ嘘つけていたりですね、そういうものに騙さないようにしてくださいね。はい、じゃあ今日はそのあたりで、今日は単語編でしたが、この次はですね、表現あるいは文章。 I take a walk with my dog、 こんな英語ありませんよ。そういったものをご説明させてくださいね。まあ、1週間経っちゃいますね、1から2まで。さあ、この次はもうちょっと短い期間で お出ししたいと思いますね。 OK, thank you very much. Keep it up.